ジョジョの奇妙な冒険ストーン王者オラ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 。この番組は荒木裕彦先生原作のテレビアニメジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンのラジオです。パーソナリティは空城ジョリン役ファイルズアイ、ゲストにエルメースコステロ役田村睦美さんを迎えてお届けしていきます。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りします。オラオラッシュ。改めまして、グレートなラジオですよ、こいつは。ファイグザイです。オラオラジオ S 第9回でーす。イエーイ。第9回にちょっと入る前に、素敵なお話を今日ちょっと伝言で聞いたので、皆さんにも共有したいなって思います。このオラオラジオ S のミキサーさんの山ちゃんさんがですね、ちょうど今日の前現場で、ジョセフ役の杉田さんとご一緒してたんですって。でこの後オラオラジオなんですみたいなお話をしたら、杉田さんがジョセフの声でファイルーズによろしくなって言って去ってったっていう、こっぴょりーひじじー好きだもうその話聞いてもうオロローンってなっちゃって、もう超嬉しかったです。ありがとうございます。杉田さんに届け、ありがとうございます。そんなね、あのオラオラジオ S なんですけれども、前回はフーファイターズ役の伊勢マリアさんが来てくれました。濃密なトークを聞けて私もすごい楽しかったんですけれども、その感想が届いておりますので一通紹介させていただきます。スタンド名ロッコバロッコクロコダイル。前回のオラオラジオ S、 伊勢さんのジョジョ愛、そしてファイルーズさんとの信頼関係も感じることができて最高でした。うじゅうじゅ4パターンも聞かせていただきありがとうございました。伊勢さんすごいです。そして最後の To be continued のところ、フーファイターズの再現完璧すぎじゃないですか。可愛すぎて笑っちゃいました。田村さん視点での伊勢さんのお話も期待していますとのことです。ありがとうございます。そう、あれはねちょっとね、大里さんのこだわりでね、最後の To be continued を4パターンせっかくやってもらったから重ねてちょっとフーファイターズっぽくしましょうっておっしゃってて、うわ天才だと思って、私も普通に聞きたいと思って、で配信日にあれどんな感じになってるんだろうって思って仕上がり聞いたらもう本当に最高でした。この番組ね、その毎回ゲストさんにちょっと最後無茶ぶりをお願いしているので、今日の方はどんな素敵なこと言ってくれるのかな、楽しみだな。うぷぷっての笑いが腹の底からこみ上げてきてしょうがねえぜ。それでは先週お知らせしていた通り、今回はこの方に来ていただきました。どうぞ。そうだパンティ、お前パンティもらったことある？女の子からパンティもらったらそれはラッキーって思わない？エルメスコステル役田村睦美です。イエーイ、エルメスが来てくれた。いやちょっとやめてよ、笑っちゃうじゃんその前に。いやもう最高です。再現度が、まあ、ご本人だからそうなんですけど、もうさすがすぎましたし、ありがとうございます。多分過去一長いセリフやってくれましたよね。いや、あ確かにそうかもしれないですね。ありがとうございます。いやこのセリフはね、本当にエルメスの起点が効いてね、はい、そうですね、助かるために必死になってひねり出した。そうそうそうね、名シーンでございます。本当にね、はい、いやあのねちょっと伊勢さんに続いてちょっとバディ感というか仲間がまた来てくれてすごい嬉しいんですけれども、今回は1話から登場しているエルメスのことを話しながら、はい、地上波最新の第8話までのことにも触れていきたいと思います、はい、あのエルメスのキャストが8月8日かな、うんうんうん、の配信イベントで発表されて、はい、その後周りの反響とかいかがでした？なんかあんまりメールっていうか LINE とかそういうの来ない人から連絡が来たりとかして、うんうん、頑張ってねであるとか、出るんだってねすごいねとか、うんうんうん、あとネットフリックスで世界最速配信した時も見たよっつって言ってくれて、正直どうなんかなって、あのその私のね芝居どうなんかなって思って見たけど、めっちゃ良かったっつって言ってくれたりとかして、すごいなんかすごい嬉しかったですね。いやもう本当にエルメスの喉から出てる声なんですよ、完全に。ありがとうございます。でも本当に、まあ、私たち役者はキャスト発表より前にもちろん知ってるじゃないですか、うんうんうん、第1話の交番表で、うん、むつみさんのお名前を見た瞬間、うん、もうこれよって、これだって
うすうす私たちこうジョジョで共演するっていうのは、うんうん、ね、あの知ってはいたじゃないですか。お互いうっすら知ってるみたいな、ね、そうで別の現場でその1年以上レギュラー、うんうん、やらせていただいてるじゃないですか、うんうん、同じ現場で会った時に、うん、2人顔見合わせて私が泣き出してしまうなんかアイコンタクトしてアイちゃんが泣き出してやばいやばいやばいみたいななんかよくわかんないけどアイちゃん泣いてるみたいな申し訳なかったでもなんかこっそりこう喋り合うあの感じもちょっと楽しかったよね。そうそうそう、なんか内緒話みたいな、ね、早くみんなに知ってほしいっていう、ね、思いでいっぱいでしたけれども、うんうん、それからもう半年ぐらい経ってますよ ね、 その間に雑誌のやつとかあのシュプール、そうそうそう、うん、あれのさ撮影の時とかさああいう現場に行かせてもらうことないからさ、うんうんうん、本当にプロのファッション誌じゃん、ね、プロのファッション誌ってなんだあの、うんうん、専門のというか、うんうん、セットも違うしなんかスタッフさんの感じもちょっとこう確かにいつものアニメの現場と違いますよね。そうそうそう、やっぱアニメの現場ってやっぱ情報発信するためにその、うんうんうん、なんかこう写真撮ってもらったりとか衣装とか、まあ、衣装は大体しかもセルフのことが多いし、うんうん、 そうですね、それがなんか全部スタイリストさんが用意してくれてそのスタイリストさんもまたすげえおしゃれっていうね。そうそうそう、もう見た瞬間絶対スタイリストさんだと思って、どう考えてもスタイリストさんみたいな、そうそうそう、本当にかっこよかった。うわ、あの服どこで売ってんのみたいな。そう、しかもキルトっぽい感じの中の、うん、あの綿が入ってるズボンあるじゃないですか、うん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 、あれ着て着膨れしないのすごくないみたいな。スタイルがやばいよね、バチバチに良くて、ね、靴もなんかそうそうそう、なんだろう、何センチ、そう何センチって感じだし、うん、マジでどこで売ってんのって感じだし、そうそう、めっちゃかっこよかった、ね、でそのシュプールの方の企画も、うん、ストーンオーシャンのプロデューサーさんであるドヒさんがもともとシュプールをもう学生時代の頃からも本当に本当に大好きで愛読されていて、うん、今回のコラボが叶ったことが本当に嬉しかったって、うんうん、たくさんいろんな場所でおっしゃってて、うんうん、オープニング歌ってらっしゃるいちごさんも、うんうん、ジョジョが大好きで、もうジョリーンが大好きで、いつかジョジョに関わりたいってずっとおっしゃって、それが夢だったって言ってて、うん、私もずっとジョジョに出たくて、うん、なんかそのいろんな女性たちの夢が叶った、うんうん、本当に素敵な作品だなって本当だね、なんか改めて思います。しかもすごい濃密だったよね、なんかいろんなインタビューとかもさ、うん、そうそうそう、こんなに受けさせてもらうかっていうぐらい受けさせてもらったりとかして、そうそうそう、めっちゃ嬉しかった、うん、ね、シャーってなっちゃう本当になんかイベントの時とか、うん、一緒にこう3人で揃う時は、うん、お揃いのアイテムとかつけませんかみたいな、うんうんうん、ちょうど今日もいつかなんか3人揃う時あったら次こんなの着たいですね、うんうん、みたいな、ね、着たいやつとか、そうそうそう、なんかこういう風にしてみないとか、別に他の作品の人とそういうやり取りを全くしないわけではないんだけど、うんうんうん、こんなにその衣装であるとかそういうなんかいでたち姿をこうしてみない、うん、ああしてみないって創意工夫をするのはちょっと私この現場が初めてで、なんかだからファイちゃんのそのファッションセンスというかそういうのが大好きなおかげなのかなみたいな、結構そのしょっちゅうあのお洋服のサイトとか見て、うん、グループラインにこれ LS っぽいとかこれフーファイターズっぽいとか、ね、送ってくれるもんね、そうそうそう、まあ、単純に、うん、っていうか純粋に私がお二人がそれ着てるとこ見たいっていうのもあるんですけど、うんうんうん、そう、なんかやっぱり3人共通してその緑色とかがアイテムカラーになってたりとかするから合わせると楽しいなって、確かにイメージカラーみたいなのがちょっと揃ってるからそれがかっこいいよ ね、 ね、そう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 、結構他の作品とかだとさそれぞれ別の色だったりとかね、うんうんうん、するからそれがこうみんなで一緒になるとカラフルで可愛いねって感じだけど、うんうん、こう同じ色をみんながそれぞれどっかしらにつけてるっていう、そう、またそれはそれでこう、ね、めっちゃいい、いいよね、仲間感があってね、そうですよね、なんかそのアニメのストーンオーシャンって結構黄緑が結構ガーンってドーンって出てるじゃないですか、うん、そうだよね、で私それまでその、うん、漫画読んでた時に、うんうん、あんまりそのストーンオーシャンが黄緑っていうイメージなかったんですよ、うん、その、まあ、ジョリーンの前髪が黄緑で描かれること多いなとか、うんうん、エルメスの服が色とか、うんうん、確かにあったんですけど、でもアニメでその3人共通のカラーバランスを見た時に最高じゃんと思って、ね、黄緑ってこんなに情熱的な色なんだっていう、うんうんうん、強い気持ちにさせてくれる色なんだって気づけました。黄緑って私全然意識したことなかったもん、うんうんうん、あの何十年も、わかりますえでもどうですか、 あの、うん、あれからお洋服買う時とかはなんかね緑が増えてるの、しかも、いや、わかります、今日も緑だし、今日も緑だと思ってなんか気がつくと緑っぽい服手に取ってんだよ爪も緑で今思いました、爪も緑だと思ってかわいい、いやいいですよね、なんか、ね、そっからねこう、うん、強い気持ちになれるうんうん、のってやっぱファッションの持つ素敵な力だなって思います、うん、思いますね、はい、はい。